皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。チャンネル登録をいただいている皆様にはうっすら気づかれてしまっているかもしれませんし、なんとなく、もしかしたらっていう風に気づかれてしまっているかもしれないんですけれども、というかまあがっつり気づかれていると思いますけど、がっつり、気づかれていると思いますが、私滝沢勝成 YouTube 動画配信活動を本格的に再開いたします。わー、どん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 パフ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 、わー、昨年の8月の出来事でした。8月でしたっけ？まあなんか夏です。夏です。私は普通にこう、動画配信を毎週、週に1回こう、パパパとずっと続けてたんですけれども、昨年の、その8月のある動画の時に、もう基本的にそういう定期的な動画配信はやめますと。もう動画配信しねえとは言わないけれども、定期的にやることはもうやめると。気が向いた時とか、なんか機材がね、入ってきた時とか、もうそういった時ぐらいは動画作って配信するけども、基本的にはもうやらねえと。宣言をして、その宣言通りそこから動画の更新がズバーンと、途絶えました。なんでまあ本当もうね、全然動画更新しないからさ、もうすごいこのチャンネルがね、そのまま停滞したというか、なんか生きてるのか死んでるのか分かんないみたいな感じになってたんですけれども、ちょっくらね、もう最近毎日動画配信してるからさ、もう気づいてる人もいると思うんですけれども、本格的にちょっくら YouTube の動画配信もね、頑張ろうかなと思って、ちょっと新規言ってんじゃないけども、やろうかと思っておりますので、ぜひともこれからもよろしくお願いいたしますということでございますよ。今のところすごいもうたくさんね、チャンネル登録とかも再生回数とかが伸びてる人がたくさんいるけれどもね、ちょっとその人たちも負けないぐらい僕もブラッとやっとこうかなと思っておりますので、ぜひいろいろ楽しみにしていただければ幸いでございます。まあ、昨年の8月何があったのかと単純に申しますと、ナチュラルに疲れたんだね、私は。めんどくさかったんだね。飽きたんだね。なんかこう週に1回土曜日の18時かなにこの更新しなきゃいけないって思ってるからさ。なんかすごい、それにこの合わせてこうね、日々の中でこう時間を作ったりとかして、こうね、気持ちを借り立たせたりとかしなければいけないわけだったりとかしたんですけれども、まあ考えてみればさ、ほら、もうね、10年ぐらいやってるじゃない。ずっとこうね、YouTube とかってね、ほんとね。なんかこう2011年とか2012年とかってなんかこうね、あの時はね、もっとこう動画を作ることに対してなんかワクワクしてるような気がするんだ。なんかああしようこうしよう、どれしようそれしようみたいな感じでさ、すごいアイデアとかも出てくるし、なんかこう動画撮ってる時もさ、結構ノリノリで喋ったりとかしてるしさ、なんかこうね、その楽しんでこう物事に取り組んでたのがすごい強かったような気がするんですよ。でもそれがさ、なんかこうある時からさ、なんかどっちかっていうとこうやんなきゃいけないことみたいな感じになっちゃうからさ、なんかこう気持ちの切り替えがうまくいかないというか、単純にそのまあやる気が出ねえって話ですよ。やる気が出ねえっていう話になってくるんですよ。なんかそういうのがこうバーっとあってさ、でなんかそういうのがね、続くとやっぱりそのね、チャンネル登録の人にもその通じるんだね。なんかそのコメントでさ、なんか結構そういう辛辣なコメントがつくわけですよ。なんかその最近動画つまんねえとかって、まあそんな、まあ腹立つけど最近動画つまんねえとか、なんかこう尺伸ばしうんたらかんたらおつみたいな感じのコメントがさ、ちょこちょこ来るじゃない。でね、そういうのね、あのね、来るじゃない。あのね、なんだろう。言葉がうまく見つからんね。そういうのってね、あのね、まあ腹立つってのもたくさんあるんだけれども、ね、図星の時がね、一番ね、効くんだ。単純に。うわ、言われたグーみたいな時がね、一番効くんだ。で、そういうのをこう、なんか何回も食らったりとかして、だんだん余計めんどくさくなってさ、なんかすごいこうね、ただでさえモチベーション下がったのにさ、そういうのがあるとさ、そのズボーン、ズボーン、ズボーンみたいな感じでさ、落ちていくわけですよ。で、それの回復するときって、そのね、まあ、どっかしらでその気分転換みたいなのが必要なんだけどさ、なかなかそういう気分、機会って設けられなくてさ、なんかズバーン、ズバーン、ズバーンってなったら、あげく、そのどっかでその動画更新をサボり始め、で、やらなきゃいけないから、うんたらかんたらってこう、無理やりこう振り絞ってやる、変なコメントつく、ズボーンってなるみたいな感じの、こう、謎のこう悪循環みたいなのが生まれちゃってさ、なんかあるときからもうすごいめんどくさくなっちゃって、もういいわ、と思ってさ、なんかそんな感じだったわけですよ。で、それでこう、昨年の8月、チャンネル20万になったのをきっかけに、もうしばらくはやんねえというふうに言ったんだけれども、ちょっとね、いろいろこの気持ちの変化的なこともたくさんあったりとかしたので、ちょっくら、再開してみようかなと思った次第でございます。まあ、そのね、再開にあたってまたいろいろこう、きっかけみたいなのがあったんだけども、まあ、ちょっとそれは、この動画の中で話します。あ、この動画、ダベリ動画です。完璧雑談動画です。雑談動画です。なんかこうさ、撮影をするわけじゃない。僕らは、その YouTube の動画を投稿するために。でさ、まあ、ここ僕のお店の歌いストカフェってお店なんですけれども、もちろんこのお店の中に僕一人なんですよ。で、なんかこうパソコン
立てたりとか、なんかマイク立てたりとか、なんかこういろいろ機材用意したりとか、カメラ立てたりとか、照明立てたりとか、テレビ読んだらかんだらモニターとかって、まあこれ全部一人やってるんだけども、当然。全部一人やってて、でもちろんそう全部一人で、もう誰もいないからさ、もう一人ごとなんですよ、完璧に。だからこう、なんだろう、その、僕自身が、その楽しくないと、楽しんでないと、もう動画もね、絶対に楽しくないのよ。まあ当然じゃん。当然じゃん。なんとかでさ、今日なんとかでさ、なんとかで、あ、本当にさ、なんだよ、俺マジでよ、みたいな感じで言ってたらさ、気分悪いじゃん。そうじゃないじゃん。単純にこのね、私がそのね、このね、このタイガーアッパーカット、タイガーアッパーカットってなんだ、タイガーがアッパーカットしちゃうぐらいの勢いでこう、わーってやったりとかしてると、それがこう伝染した、こう、わーって感じ、いい感じになるわけじゃないですか。まあ、それがね、この、ね、生み出せてないところでですね、なんかこうちょっと違ったわけなんですよ。で、それね、根本的なところがね、その変わっていて、なんだろう、その、笑わなきゃいけない、ふざけなきゃいけない、楽しくしなきゃいけない、なんか喋らなきゃいけないとかじゃなくてさ、なんかもっとこの根本的なものをこの見失った気がするんですわ。あの辺の時期って。根本的なもの。それ何かっていうと、僕がいます。で、カメラがあります。で、今インターネット、YouTube を通して皆さんのもとにスマートフォンとかパソコンとかに通して、その僕の姿、声がどんどん通ってます。ってなってますよね。僕はね、いつからかね、そのね、皆さん、その画面の向こうの皆さんに対して多分ね、喋ってなかったんですよ。画面の向こうにどんな人がいるかなとか、画面の向こうにどんな人がいて、どんなことを聞いて、どんなことを面白がってるかな、どんなことを聞きたいのかなっていうことを、なんかね、考える余裕がなくなった時あたりから、なんかほんとナチュラルにその手段、例えばその、なんか面白おかしく言わなきゃいけないとか、なんか楽しくしなきゃいけないとか、なんかふざけなきゃいけないとか、なんかそんな感じにこうね、意味がないところにそのフォーカスをしてしまって、より一層そんで自分自身がそうつまんなくなっちゃってさ、なんかこう全然その人が見えてないというかなというか、そんな感じになってたような気がするんです。今思えば。でもちょっとそんな話なんかわからなくない？なんかそういう実感、皆さんも経験あると思いますし、そんなに一言じゃないと思うんですけれども。なんかそれにこうね、気づいたところがすごいこうたくさんありまして、この半年ちょっとぐらいの間に。まあ何よりもその人との出会いですよね。そのいろんな人と出会ったりとかすることで、それに気づきたりとかするし、あと単純にそのね、毎週毎週動画更新しなきゃいけないっていう、そのね、自分の心が、なんだろうな、その制約から解き離れたからの、そのストレス発散みたいなのもあるし、それがなくなったかゆえの、そのなんか視点みたいなのもあったりとかするし、まあいろんなものがその周りもあって、まあ重なったからなんですけれども。で、まあ、最近の一番その大きなトピックとしては、そのリッキーさんっていう人とその直接会ったっていう話なんですよ。まあ、その僕のチャンネル登録してる方々だったら、まあ、リッキーさんもほぼほぼご存知だと思うんですけども、大阪に住んでらっしゃるね、その僕と同じような、こういう YouTube 系のギター講師の方って、まあ、すごいこうね、若くて、まあ、気さくな方というか、なかなか面白い人なんですよ。で、まあね、ちょっとひょんなことから僕が、そのね、よかったら、その、会いませんか？動画コラボしませんか？みたいな感じで連絡をしたら、すごいリッキーさんが喜んでくれて、なんかこう、動画を作って、まあ、その動画、すでにご覧いただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なのがあって、まあ、よかったよかった、みたいな感じで、なんかそういうこう、ピースフルな感じで、スプラトゥーンやって、で、そこから、まあ、帰って、今に至るって感じなんですけども、そこでその僕が一番めちゃめちゃ大きく感じたのは、やっぱりこう、人に届いているんだなっていうこと、当然だけど、人に届いているんだなっていうことをですね、すごい痛感したんですよ。人に届いているんだなと。まあもちろんそのなんかコメントしてくれたりとか、なんかツイッターフォローしてくれたりとか、リプライしてくれたりとかする人いるけどさ、やっぱりこうね、人と会うってのが一番強力じゃんね。で、そのライブ会場とかでさ、そのね、会うこともたくさんあるけれども、でも自分とさ、同じような立ち位置でさ、なんかこう、頑張ってるね、そのリッキーさんという人がさ、ね、その、やっぱりこう、ね、僕がやってることに、やっぱそこの、ね、影響されてって言ったら、ちょっと僕がおこがましいけれども、なんかそういう、ああいうふうにこう、バーっと言ってくれてて、あー、すごいな、なんか自分のやってることは人に届いてんだなと、人間に届いてるんだな、その届いた人がこう、いろいろ動いたり影響を受けたりしてるんだなって思ったんですよ。まあ、こんな話をすると皆さんからすると、いやいや、何を今更お前何ってなっちゃうかもしれないんだけども、でも意外とそんな感じなの、ネット活動って。合わないから人と。意外とそんなもんなの。で、それにそのすごい痛感して、言ってみればなんかその自分が今までやってたことってそんな間違いじゃねえんだなってことに気づいたわけなんですよ。まあ、ね、これもね、皆さんからしてみたら、いやお前何ってなって話だかもしれないですけども、いや、僕の中の話ですよ。僕の中の話で。人に影響、を与えられてんだな、人に、なんかこう、いいきっかけを与えられてんだな、人を動かすことができてんだな、何よりも、
なんか自分がこういうふうにいろいろやってることって間違ったことじゃねえんだなってこと、割といいことしてんじゃん俺みたいな感じの、この気持ちになったわけですよ。なんかそこのね、この気持ちのひっくり返りっていうのはすごく大事でさ、なんだろうな、その自分のその全てが認められるというか、まあ、時にはさ、その失敗したりとか間違えたりとかさ、すごいうざいことしちゃったりとかさ、するよ。その人を傷つけてしまったりすることもたくさんあると思うし、もう全て俺のコートの100、中の100が全てがそうね、もう良いよこの間、もうすごい完全掌握とかそういうわけじゃないよ。90ぐらいは頑張ってやってるけども、やっぱり10ぐらい誰か傷つけちゃったりとか、悪いこと言っちゃったりとか、突っ張んちゃったりとか、意地張ったりとかするし、それがまあ全てが全てじゃないんだけれども、でもそういうところもひっくるめられて、認められるというか、受け入れられるというか、あ、そっか、こういう俺でも別に構わないんだなと、これでも別にええもんなんやなという感じの、この気持ちのテロッとのが来たわけなんですよ。で、その気持ちのテロッとのが来てくる、出てくると、あんまりこう手段にこだわんないっていうか、例えばその、動画で喋るときも、そのね、ヘラヘラ笑わなくていいとかさ、なんかふざけなくていいとか、そういう、まあ、なんだろう、ちょっとうまい具体例が思いつかないけども、そういう手段にフォーカスするんじゃなくて、そのね、画面の向こうの皆さんにフォーカスしたりとか、そのギターを演奏するのだったら、それを演奏を聞いたか、向こう側の人たちがどう思うのかとか、なんかその、ね、その何かを作ったら、その向こう側には必ず人がいるわけじゃない。誰かがいるわけじゃない。ね、猫とか犬とかじゃなくてさ、普通にこの人がいるわけじゃない。僕らの活動は。まあまあ、それは、犬猫の場合もありますけども。でも犬猫でも人なんだよな、結局はな。子供向け商品、うんたらかんたらって言っても、結局それは親御さんに向けた商品なわけであって、なかなかその、本当に無駄な、まあ、とにかくその人が関わってんだ。とにかくよ。とにかく人が関わってんだ。そこにこうね、そのフォーカスできるマインドになってきたっていうのがすごくあって、なんかこう、ちょっとね、面白くなってきたんですね。私は近頃。なんかこう、いろいろこの動くことが。自分の動かす、自分がやることを通して、これは人にどう影響を与えられるんだろうか、その人に対して僕は何ができるんだろうか、どうやったら人を救えるんだろうか、どうやって人を幸せにすることができるんだろうか、みたいな。そんな動きの延長線上で、まあ最近はその初心者これ引けシリーズみたいな感じで、もうすごいもう毎日のようにバーッと動画投稿したりとか、まあいろいろね、テキスト作ったりとかしてるわけなんですが、なんかそんな感じの、モチベーションになってきたわけでございます。まあ、平たく言うとこの動画で言いたかったことはね、今日からまた、新規一点 YouTube 頑張るんで、みんなよろしくね、うへーってだけなんだけども。ちょっとね、昨年の夏から、そんなような心境の変化とかあったりとかしつつ、今たどり着いて、ここの、YouTube 再開っていう、ターンまでたどり着きましたっていうご報告でございました。結構ね、いろいろ、なんだろう。その僕のファンの方々はすごい優しい人とか心温かい人がすごく多いからさ、結構いろいろ心配してくれたりとかする人もすごい多いんだけれども、まあなんだかんだでね、まあ紆余曲折ありつつも、今がすごいこういい感じにこうバッとできてるから、もう全てがオールオッケーと、私はすごく思っておりますでございますよ。これからね、どんな動画を作るのかまだまだわかりませんし、またどっかでこの飽きたらちょっとしばらくお休みします、テヒペロとかやるかもしれないけども、まあね、できる限り、いろんな人に届けられるように、いろんな人が幸せになるように、いろんな人が喜んでくれるように、頑張っていこうと思いますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。という宣言の動画でございます。その何倍。終わりです。そんな感じで、今後とも滝沢勝成を飽きずに殺し、懲りずによろしくお願いいたします。それではまた違う動画でいたしましょう。さよなら、グッバイ。